はい、こんばんは。今日はですね、今大阪にいるんですけれども、このね、大阪の暇屋インターからですね、今高速の方ね、阪神高速の方を乗っていきます。でね、まあ湾岸線若干ってか、まあ少しだけ通って、でそこからね、阪神高速の16号線っていうところをね、通っていきます。ちょうどね、ユニバーサルスタジオジャパン USJ のね、すごい今そばを走ってるんで、ちょっとね USJ の、まあ、夜景というかね、景色をね、この、まあ、湾岸線の方から眺めることができますので、ね、見ていただければと思います。ちょっとね、天気はあんまり良くないんですけど、まあね、夜景を見るにはまだ、まあ、問題ないレベルのね天気なので、ね、はい、まあ、こんな感じでね、あれがね5号線というね湾岸線になります。あのね、この前に走ってるね道路がですね、でここね、北港ジャンクションを左へ行きます。で16号線ですね、阪神高速16号線にすぐね、この湾岸線からそれていく感じになります。なので、まあユニバーサルスタジオジャパンを越えてね、まあ大阪のね都心の方へね、まあ都心とか、まあ大阪の中心の方にね入っていく感じですね。はい、でこんな感じです。はい、ちょうどねその左手に見えるのがねユニバーサルですね。まあね、ユニバーサルもそうなんですけどもね、もう大阪のね街並みもね、まあ12月今初頭ということでですね、まあクリスマスのねこうイルミネーションなんかの装いがね目立つようになってきました。はい、で今ねユニバーサルもね、ちょっと今覗いたらクリスマスツリーがね飾ってありました。ね、この時期なんかね、多分車もね結構ユニバーサルからね出てくる方々、まあ、多かったんで、こんな感じですね、多かったので多分ね皆さん行ってらっしゃるのかと思うんですけど、ね、ちょうどね左がねちょうど大阪のね中心地の方ですね、あちらの方にね今走っています。で右手はねこれ観覧車がねありますね。これもねちょっとしたなんか遊園地というか、そうそういうアミューズメント施設なんですかね、ちょっと自分わかんないんですけど、はい、まあ、こんな感じです。やっぱこういうね、あの湾岸エリアというところ、まあ神戸なんかも横浜もそうですけどね、やっぱりこうね高速道路走る上では非常にね景色が良くてね、夜景も綺麗なので、うん、心がね結構安らぎますね。はい、でここからね16号線っていうところですね。これがねもう少しね遅い時間になってしまうと、今がねだいたい今20時50分ちょっと前ぐらい、20時48分っていう、まあ時間なんですけど、これがもう少し遅くなるとね、夜景というか、まあこういうね景色もねだんだん暗くなってきちゃってね、あんまりこう見ててもね、特にまあこう映像を通してだと分かりづらくなってしまって、あんまりこうね綺麗ではないんですけど、このぐらいの時間だとまだね街がね眠ってないんでね、はい、まあ綺麗なねこういったまあビルのねこうイルミネーションなどね、あと道路とかねそういうのもね見れたりします。ちょっとね空がね曇り気味なのでね、それが少し残念なんですけども、これでね空が綺麗だったらね星なんかもね眺められたのかなと思います。こんな感じですね。ですね、ユニバーサルのねそばはね、自分は仕事でね結構来る機会は多いんですけど、そのユニバーサルスタジオ自体はね行ったことがないので、ちょっとねいつか行ってみたいかと思うんですけど、どうなんでしょうね、やっぱディズニーランドよりやっぱ面白いんですかね。やっぱねディズニーランドはね中入って遊ぶとね、やっぱ別世界なんでね、この現実をねまあ逃避いい言い方すればね、現実をこう忘れることがねできてね、すごいね特別な時間をね過ごすことができるんですけどもね、ユニバーサルもやっぱそんな感じなんですかね。まあちょっとね興味があります。あとやっぱね映画好きの人なんかはね、ユニバーサルはねすごい楽しいって言いますよね。この道路もね、もうちょっと時間が早いとね結構この辺からもう詰まってたりするんですけど、今日はねもう時間が9時近いので、21時近いんでですね、
雲若干流れてますね。でね、この道路はね、大阪のね西側からね東側にちょうどねこう中心をねなんかぶった切っていくみたいなね、突っ切っていくっていうか、まあそんなような道路ですね。なんで本当空いてればね早く便利にね使えるんですけど、やはりね、まあ、いろんなところの、まあ、ジャンクションとねつながってるんで、どうしてもねそういったところジャンクションとかねつながりのところでね混んでしまったりするんで、やっぱ昼間とか朝方とかね、やっぱまあ通勤のねラッシュの時間帯だとか、まああと夕方もそうですけど、まあ、どうも動かないですね。はい、だんだんねビル群がね近づいてきました。あそこはちょうどね大阪のね、まあ、駅の方だと、まあ、思います。まあ、私自身ね大阪ってあまり行ったことがないので、このね、まあ、通ることはこうやってね仕事であるんですけど、このね遊びに来たっていう記憶が今ないの で、どこに今何があるかって正直わからないんですけど、まあでもね本当ねプライベートでもね一度遊びに来たいなとは思います。やっぱね食べ物とかもね非常に美味しいものが多くて、結構ねいただき物でね蓬莱さんのね肉まんとかねいただいて食べたことがあるんですけど、やっぱね本当値段はねそこまで高くない、まあ、らしいんですが、まあ、それでもねとても、まあ、関東では味わえないようなね美味しいね肉まんでした。まあ、あとなんだろうな、まあ、肉まんもそうですし、蓬莱さんで売ってるのはシューマイも、まあ、売ってたりするんですけど、シューマイもねもう一個一個が大きくてねすごい美味しかったです。まあ、なんでねそういった、まあ、グルメがね結構大阪多いっていう、まあ、自分のイメージがあるので、ちょっとねプライベートでもね遊びに行きたいなと、まあ、思うんですけど、なかなかね普段ねトラックで来れるんでね、わざわざこう自分の車でね自腹切ってね高速代とガソリン代使って来るっていうのもねちょっとこう二の足を踏んでしまうんですけど、まあ、もうちょっとね、お金にも余裕ができれば、子供もねちょっとね、学校だなんだで今お金かかってるんで、まあ、そういうのがね済んで、ね、余裕ができれば、ね、来てみたいなと思います。はい、やっぱりねここちょっとね、まあ、若干これでも流れてる方ですけど、ここで車線がね絞り込みが入るんでちょっとこう締まり気味になりますね。でね、大阪はねやはり、まあ、高速道路がほとんどなんですけど、まあ、たまにね下道とかね走ることも、まあ、あったりするんですが、このね電車のねガードがね 3.7 メートルっていうところがね何箇所かねあったりするんですね。で、まあ初めの頃なんか、まあ、知らずにね、ちょっとこう太い道路だったら大丈夫だろうと思って、まあね、地図を見ながら行くんですけど、まあ、行ったらね 3.7 だったとかねでね、これまあ知らない方のためにまあ説明をすると、まあ、大型トラックってまあ大体この 3.8 メートル高さがあるんですね。なのでまあそのガードがまあ 3.7 だと、まあ、10センチガードの方が低い計算になるので、まあ、基本的には通り抜けはできない、ようになってます。なんでまあよくね動画 YouTube なんかでもあるんですけど、屋根取れてね勢いよく突き切って走ったとかね、まあ、ターミネーター2みたいなね逃げてる時にね追ってきて敵のね何でしたっけ、新型のねターミネーター2の時にね追ってきてぶつかってガードをねぶつかって屋根取れるみたいな、まあ、あんな感じでね、非常にもしあんなところで事故を起こしたら大変危険なんですけど、まあ、そういったガードのね差というのが10センチあったりします。まあ、普通ねあんまりこう、まあ、自分は関東の方では見かけない、まあ極端にね 2.5 メートルとか、まあ、低いのはありますけど、まあ、それは明らかにね入っていかないんですけど、この街微妙なねこの、まあ、大型が 3.8 メートルに対して 3.7 っていうね、こういうね効果がね、アンダーパスっていうよりももう効果ですね完全なね、そういうのがあるので、まあ、油断ができない。で、あとまあ国道1号線とか、まあ、2号線とか、まあ、結構、まあ、有名どころの国道もあったりするんですけども、まあ、そういったところもね、昼間はね大型通れない、ね、区間があるんですよね。まあ、それ知らずにねやっぱ地図だけ見てね行ってしまったり、まあ、ナビとかね使っている方もいると思うんですけども、行ってしまったりすると、まあ、思わぬねアクシデントに見舞われると、はい、まあね、そういう時本当どうするかとっさの判断ですよね。まあ、時間とね
やっぱりまあなければね、時間もなくても U ターンもできないとかだったらもうとりあえず進むしかないでしょうし、まあ、すぐにねもうお巡りさん呼ぶとか、まあ、あとねやっぱりこう、まあ、たもとナンバーなのでね、僕はまあ関東の人間なんで、まあ、車がね関東圏内とかね遠いところのナンバーだったらちょっと優助してくれる、まあ、ケースもあるみたいなので、まあ、慌てずにね対処しないといけないですよね、まあ、いきなりねやっぱり目の前 3.7 とかね、まあったりするとね本当ちょっとびっくりしてしまって、まあ、止まるしかないんでね、まあ、試すわけにもいかないんで、ね、1回入ってて出れなくなりましたってねなっちゃうとあれなんです。まあでもただね、走輪のねエアサス車だったらね限界に車高を下げればまあ走れなくはないのかもしれないですけど、ねケツのね要は後ろリアのエアサス車しか、まあ、エアサスしかついてない車に関しては前はね上がっちゃうんでね、上がっちゃうっていうかまあ下がんないんでね前はね、ちょっと怖いですよね。本当に引っかかったらね抜けなくなっちゃいそうですしね。はい。まあ、こんな感じでどんどん進んでいきます。ちょっとね、まあ、大きめの、ね、ビルはね減ってきてだいぶ中心からはね離れていってしまったのかもしれないですけど、はい、ここからねとりあえず近畿道っていうね道路を目指して走っていきます。近畿道行って第二京阪行って京滋バイパス行って一瞬名神に入ってから新名神っていうまあ感じでね関東の方ね戻っていこうかと思ってます。普段ね、あんまこのぐらいね、早い、まあ、夜の時間帯っていうのはあんまりこう、走らないので、やっぱりね、車がね、そのね、まあ遅い時間に比べるとまあ多いから、ちょっとね、走りづらいですね。まあでもね、道幅も阪神高速はそんな極端にね、首都高みたいになんか狭い感じはないので、まあ、そういう意味ではね、都心の首都高とかのは、ね、ああいう都心の環状線の方が走りづらいかもしれないですね。まあ、最初はねやっぱこう、まあ、長距離をね運転する前っていうのはやっぱりまあ関東から大阪ってこれやっぱりこうトラックが一番多い区間なんですね、この物流で動くね。でまあうちの会社も長距離、まあ、メインにやってるのでまあ一番やっぱりねこう行く機会が多いという、まあ、むしろ一番自分はあの長距離のね運転手ということで、まあ、採用をいただいてるんで、まあ、長距離走る機会が、まあ、当然あるわけですけど、もうこのね、まあ、関東関西と言われる、まあ、関東からまあ関西このね大阪近辺までっていうのは本当まあ距離的にはまあ関東やっぱ500キロぐらいですかね、まあ、あるんですけど、最初は本当にね辛かったですね慣れる前は。やっぱ道もねまず土地勘がね大阪の方全くないので、まあ、本当にね地図をもうね手探りで見ながらとかねで止まってねこういう、まあ、携帯のねスマホでこう調べて、ね、行ったりだとかっていう風に、まあ、してねどん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 こう自分の中のレパートリーというかね、広げていきました。でね、まあ、そうしていくとやっぱまあどんどんねあここ行ったらこっちだなとかっていうねどん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 こうつながっていくんですよね。なのでまあ最近はねもう地図とかもね開かずにねほとんどこう、まあ、行けるようにはなったんですけども、本当最初はねまあ、この着いてからそのまあねこの降ろし地までのね場所を調べるのもねどっちが何なんだかってね大阪のね何市とか言われてもどっちの方面なのかとも見当もつかなかったんですけども、最近はね何々市って言ったらこっちの方だなっていうのがまあ分かるようになってきました。まあそうするとね結構余裕もできてね運転なんかもね余裕もできますし、最初はまあ眠気もねやっぱどういうタイミングで休憩を取ったらいいかっていうね、基本的にね法律ではその4時間ね、まあ、30分の休憩を取らなきゃいけないってなってるんですけども、まあ4時間ねみっちり走って30分取るのかとかね、2時間走って30分取っちゃうのかとか、で実際まあその、まあ、到着するまではいいんですけど、到着した後にねすぐ休息取れるのかとか、で到着した後に荷物を下ろしてそこからすぐまたどっか移動して積まなきゃいけないのかっていう、またその次の日のね仕事にもよってもね休息するタイミングとか寝るタイミングを考えないと、まあ、どんどん、ね、眠くなってしまうんでね、だからね、そういうのもね結構最初はうまいこといかなくてもう行き当たりばったりでやってたんで、まあねすごいいろんなことが辛かったですね。まあ、運転自体はね慣れてくればこう面白くねできるんですけど、
まあ、安全に、ね、配慮しながら、で安全に、ね、対してもやっぱり知識も増えてきますんで、まあ、どういう状態だったら危ないかと、まあ、そういうのもね自分なりには、ね、分かってきます。あと前ね、動画でも言ったんですけど、まあ、こちらの方でもね顔見知りの方とかねできてくるので、大阪の方とかでもね、そうするとまあね、なんかねこうホームシックじゃないですけどね、こう自分の地元から離れていくとなんかね不安な、まあ、気持ちになってきたりもするんですけど、今はねこちらにもね知り合いのね方とかまあ増えてきてるので、そうするとねなんかこっち来てもね、うん、そんなにね心細いっていう気持ちはねなくなってきたりはしますね。そういう意味でもね仕事がねやりやすくなるのかなと思います。はい、でねここをね東大阪ジャンクションというところ、これね近畿道方面、あ、それで行きます。はい、この大阪もね近畿道とかね、まあ、阪和道とか第二京阪とか、まあ、いろんなのがあって、第二阪那とかね京奈和道とか、はい、まあ、あとね普通に名神もあるし、新名神もあるし、京滋バイパスもあるし、もう最初はもう何が何の道路なのかとかね、全然わからなかったんでね、ほんと不安の中でしたね。もう大阪だと特にね、逆にね北の方、まあ、仙台とかは、まあ、基本的に、まあ、東北道と常磐道で、まあね、行けるようにはなってるんですけども、まあ、その他にある道路っていうのが本当、まあ、数少なくて、まあ、分かりやすいんでね、全然迷うというかね、そんな戸惑いはなかったんですけど、大阪の方はもう多くてね、いろんな道路が、まあ、高速道路もそうですし、あとはね名阪国道っていう、まあ、一般道もありますし、東名阪っていうのもあるし、西名阪っていうのもあるし、まあねこんがらがっちゃって、もう何がなんだかね、まあ、分からない、まあすごいねベテランの方からしたらねちょっと恥ずかしい話なんですけれども、まあそんなでしたね。まあ今もねそこまで詳しいというわけではないですけども、大体ね大まかにはね分かるようにねなってきたので、あとね結構ね質問でね、大型トラックってね、まあ、乗ったことなくてね、いきなり乗って採用されるんですかとかね、まあ、会社さんによってねやっぱ採用されないんですかとかっていうご質問をねいただいたりはするんですけども、やはりねそれもまあ会社さんによってね本当即戦力という感じでね、もう例えばまあちょっと欠員が出ててもうすぐこの便走ってもらいたいっていう感じの応募というか、まあ、募集の場合はやはりまあ即戦力を、まあ、重視して採用されると思うので、まあ、その場合やっぱトラックのね経験者さんというのがね優遇されるのかと思うんですけども、まあ、普通に増員、まあ、営業所を大きくしてどんどん人を増やしていきますよとかいう、まあ、会社さんですと、まあ、指導する、ね、余裕もあったりするので、比較的ね、まあ、その初心者というか、まあ、大型トラック未経験の方でもね採用されたりっていうケースがあります。で実際やっぱね大型トラックって、まあ、まあ外から見るとね、まあ、ほんとこんなでっかいの運転するの怖いなとかって、まあ、思ったりまあ、する人多いと思うんですけど、まあ、実際運転席を収まるとですね、そんなね乗用車と、まあ、変わらないっていうかね、まあ、変わるんですけど、まあ、慣れなんでしょうけど、まあ、注意点何点かあるんですけど、まあ、そういったところをねポイントを押さえていけば、比較的すんなりね自分はね乗ることができました。はい、まあ、その前にね4トン車を乗ってたんでね、まあ、そんな4トンワイド車だったんで、まあ、幅がねほとんど大型と変わらないんで、まあ、そんなにね違和感はなかったですね。ただホイールベースってね、まあ、長さがやはり違うので、まあ、そこだけハンドル切るタイミングとかね、その辺だけね注意はしてましたけど、まあね比較的すんなり入れるのかなと、まあ、僕は思います。あとやっぱ、まあ、ブレーキがね、この日野の車の場合はね吊り下げ式って言って上からこう踏み込むタイプの、まあ、よく乗用車なんかにある感じのねブレーキなので、そんなね違和感なく、まあ、乗用車とそんなに変わらない感じなんですけども、他のメーカーは、まあ、三菱ふそうだったりとかね、まあ、そういったメーカーのになるとこう踏み込むタイプの、アクセルもそうですし、まあ、ブレーキなんかもそうなんですけど踏み込むタイプなんで、ちょっとねそのエアブレーキがねこう微妙なタッチが必要なんで、それがねちょっと慣れるのがねあれなのかなと思います。
まあ、4トン車だとね、もうエアブレーキなんであれなんですけど、まあ、4トンも乗ったことがない方とかね、だとちょっとね、エアブレーキは最初、結構ね、怖いなと思われるかもしれないですね。まあ、その辺をね、まあ、クリアしていければ、まあ、大型ね、全然乗ってもね、そんなに、まあ、違和感なくいけると思います。あとまあ会社によってはね、4トン車からスタートとかね、そんな無理なくね、そう、まあステップアップじゃないですけど、まあすることもできる会社さんもあるんでね、まあそういったところをね、会社さん選んでいただければいいんじゃないでしょうか。まあうちの会社なんかはね、もう嫌応なしに何て言うんでしょう、まあいろんなね、種類の車もあるので、まあ最初はね、こう固定の車ではなくて、まあ乗り回しでね、もう長距離も行ってたんですけど、まあその場合ね、やっぱ乗る車種もね、もう何もかも変わるので、まあ最初はね、やっぱりこのスイッチね、ミラーのスイッチ一つでもね、そのトラック、乗るトラックのメーカーによってね、ついてる位置が違ったりだとか、まあしますので、まあ戸惑いは最初ありましたね。まあそういったところからね、スタートしたんで、今はね、もう全然、問題なく、ね、トラック乗ることできてますね。はい。でね、ここ今第2京阪っていう道路です。まあね、第2、第1京阪っていうのは多分1号線のことなんでしょうね。まあ、神奈川でいう第3京浜みたいなね、第1京浜、第2京浜っていうような、まあそんな捉え方なんでしょうけど、まあ要は1号線の高速版みたいなのがこの第2京阪って言われる道路ですね。で、この先ね、久美山ジャンクションっていうところも入っていって、はい、そこで今度は京滋バイパス入っていきます。まあ、京滋という町のごとくですね、京都と滋賀の市ですね、で京滋バイパスっていう、まあ、書くんですけど、まあ、京都から滋賀に抜ける、まあ、道と、まあ、明治よりね若干早く進むことができるっていう感じですね。金額はね若干やっぱり京滋バイパス経由の方が高くなってしまうんですけど、まあ、時間をね重視する場合はねこちらからね行ったりします。ではね、まあ、今日はね、まあちょっとまあ短い感じなんですけども、まあ大阪のねユニバーサル付近からね、大阪の中心を抜けて、まあ第二京阪進んでいくという、まあそんな感じでお送りさせていただきました。またね、企画の方をさせていただいて、動画の方をアップさせていただきますので、お時間ありますとき覗いていただければ嬉しいです。それではまた、はい、ありがとうございました。失礼します。